この150年で世の中は随分変わった。真偽不明な情報が溢れている。そんな時代に人は新聞に何を求めるのだろう。そんな時代だから私たちにできることがある。それは人と向き合い、取材を重ね、真実を届け続けること。今だからこそ、変われ読売、変わるな読売。